F 型コネクタ F 型コネクタメスの F 型コネクタを持つ分配器変え方コネクタは一般的に無線地上波放送、ケーブルテレビ、衛星放送、RG-6 あるいはより古い実装では RG-59 を使用したケーブルモデムなどで使用される RF 端子の一つである。現在のテレビにおいて F 型コネクタのケーブルや端子はアンテナ線、アンテナ入力、 アンテナ端子とも呼ばれている。一般的にテレビとアンテナを接続するためのコネクタとして使われている。テレビやレコーダーはメスの F 型コネクタを備え、屋内の壁面にはアンテナへとつながるメスの F 型コネクタが設けられている。オスの F 型コネクタを両端に持つ同軸ケーブルを用いてテレビと壁面のコネクタ、もしくはテレビにアンテナを直接つなぐと、 テレビ放送を受信できる。1950年代初頭、ジェラルドエレクトロニクス社におけるケーブルテレビの研究中にエリック・イ、e、ー・ウィンストンによって開発された。VHF テレビのアンテナ接続がフィーダー線から同軸ケーブルに切り替えられた1970年代に普及し、後に UHF でも普及した。 F 型コネクタは安価であり、最高 1GHz までの 75Ω のインピーダンス整合を持ち、数 GHz までの使用可能な帯域幅を持つ。低価格の一つの理由は、オスのコネクタのピンとして、同軸ケーブルの中心胴体をそのまま使用しているためである。このデザインにより、コネクタの特性は内部胴体の表面状態に左右され、また対腐食性がないため、 屋外で使用するためには防水処理が必要である。オスのコネクタは外部胴体を剥き出したケーブルに押し込むか、時にはネジ止めすることでケーブルに接続される。現在、ケーブル業界の標準では圧着工具を使用することになっている。メスのコネクタの外周部には3、8から32の極細めのユニファイネジのネジ山が切ってある。ほとんどのオスのコネクタも これに対応して接続リングの内側にメネジが切ってある。メネジのない差し込み式のオスも使用可能であるが、差し込み式の F 型コネクタは無線に対するシールドが貧弱なため、テレビジョン送信機が近隣の CATV 局を流れ合い雑音で妨害する可能性がある。このコネクタは家庭用の地上波、ケーブル及び衛星放送などのテレビ設備に適当であり、 ヨーロッパの地上波受信機で使用されたパルコネクタと比較してかなり特性が改善されている。同軸ケーブルの中心導体をコネクタのピンとして使用する場合、導線が酸化して酸化銅となり接触不良を起こす場合がある。高い信頼性を求める場合はコンタクトピンを使用する C15 系コネクタを使用する。ただし市販品は専用のコンタクトピンを使用するものが ほとんどである、ケーブル技術スタッフの機器チェック、開花方ちコネクタ、2020年10月17日閲覧、ありがとうございます。